ね、私はその対岸のイギリスにいるわけなんですけれども、はい、フランスという土地、それからドビュッシーっていうのは今もやっぱり憧れを持った存在で、あのそういう意味ではそのフランスで生活したこともなく、であのずっと憧れの気持ちを持ったまま弾いているわけですけれども、そのドビュッシーは実はイギリスのことも憎からず思ってくれていたわけですよね。はい、イギリス大好きで、シェイクスピアが大好きで、でもロンドンに行くのが何より楽しみで、まあ、お芝居も、ね、見れるし、あとあのターナーっていう、ね、イギリスのロマンの画家がものすごく好きだったので、テッドギャラリーに行ってはもうターナーの絵の前で長いことを、ね、過ごしたり、からあの、さっきあのシューシューって、ね、子供が生まれたって話したんですけど、なんか英語、イギリス人の家庭教師をつけて、シューシューちゃんはちっちゃい子から英語が喋れたんですよね。ドビュッシーは最後まで喋れなかったんですよね、英語が。あの、チルドレンズコーナーってね、あの子供の寮母が、あの、まあ一応英語メイだタイトルがついてるんですけど、実はあれ変ですよね。ちょっと変みたいな。すごいですね。そうですね。はい、ちょっと、ね、変な英語なんですけど、でもあれが唯一あの題名が英語、そのオリジナルが英語なのは子供の領分で、それはそのあのシューシューちゃんのために作って、やっぱりそのイギリス人の女性家庭教師をつけたぐらいだから、やっぱりイギリスには憧れ。シューシューがパパのタイトル変異よって直してあげなかったんですかね。そうですね、今考えるとこれ間違ってる。そうですね。甘色の髪の乙女、これもやっぱりちょっとイギリスの影響がありますよね。スコットランドのバラ、これはもともとあの、ルコット・ギールっていうね、あの詩人の甘色の髪なんです。スコットランドのバラードから取られた詩で、あの結構あの釣れないあの意地悪な乙女なんですよね。男性はその甘色の髪の乙女があのとても若くて可愛くて、さくらんぼのような唇をして、ひばりのような声で歌う。それで、あの詩人はその彼女に恋をするんだけど、あのいいよと言ってダメよと言って、で2つ歌詞があるんですよね。なかなか思わせる。今っていうツンデレ系ですね。あ、そうです。あ、そうですよ。今、ドビュッシー。